こんにちは、はい、さあいよいよ豊さん阪神のあれが強化というところで本当だな、はい、まあ、あっという間に来たね。あっという間でしたね、うん、まあ、これは、まあ、阪神が自力で今日勝てばもう何があっても優勝まずあれ、うん、そうだな、はい、で、広島が、負けても優勝だな。あ、いや負けて広島負けて、阪神が負けると、マジック1のままです。負け負けは1のまま、勝ち負けです。負け負けは阪神が優勝します。だから負け負けでしょ。そうです、阪神が負けて、じゃあ広島、じゃあ阪神が負けるとか勝つというよりも、はい、広島が負けちゃうと、はい、マジック1が消えちゃうっていうことでしょ。そうなんです、そうなんです。全然違うよ、さっき言ってることバラバラなんて、まあ、そのぐらい阪神が強いということだよね。そういうことです。なので、まあ、あっという間だよね。早かったですね。早かった、まあ、最短で出てから本当に最短で決めるというね。そうですよ、まあ、そうなるかどうかっていうのは今日ね楽しみ。そうです、今日なんです。で、はい、まあ、そのピッチャー今日は才木投手と、はい、一方で赤星投手というところで、はい、そうだね、はい、やっぱモチベーションが違うな。やっぱ戦ってるモチベーション、これはもうどうしてもしょうがないよね、はい、でましてやその甲子園球場、熱いファンがね応援してる、背中を押してるということを考えると、うん、これは勢いの差っていうのは出てくるよな、うん、まあ、そうなってしまいますよ、ね、だから心配なのはその才木の力み言ってましたね。いやいや言ってた言ってました。いやこれはやっぱり力むやろ当然俺がこの番に回ってきたみたいなね。そうです、そうです、まあ、そういうこともあるし、まあ名誉だしな。そうですよね、うん、まあ、岡田監督が昨日の勝利監督の時に明日は才木同士ですって言われた時に力み倒すやろなっていう。まあそれはそうやろな、はい、まあそれはしょうがないよな、うんうん、まあそれはそれを乗り越えて、優勝するという、はい、まあ、みんなが支えてくれると思うよ今はね。そうですよね、チームメイトがね、うんうん、で後ろにも盤石のピッチャー陣揃ってますし。そうだな、まあまあ盤石も揃ってるけど力み倒すよみんな。みんなが力み倒すから多分。そうですよ、まあ、それでもうまくいくのが今の阪神だな多分。ああそうなんですね、うん、っていうのもやっぱり2005年、うん、セリーグでの優勝は2005年以来、はい、でこれが、まあ、日本一仮になるとすると1985年以来ということになるので、あ、まあ、力むことはそうですよね。バースがいた時ね、西武とやった時ね。そうですね、うん、バース掛布岡田っていうねまさに岡田さんがいらっしゃった時なんですよね。そう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 。いやただそれで経済効果が今すごいと言われていまして、はい、あれの経済効果は今年の WBC 超え、はい、ということで、WBC は日本の経済効果が654億円上回る高値だったんですけれども、予測では阪神が優勝すると872億2000万円ということで、かなり上回ります。これ関西大の名誉教授宮本教授が算出したそうなんですけれども、関西圏だけでよく計算するなそんなことなそうなんです、今から店開けってテント張って早くしろみたいなありですねいやもう遅いけどな。遅いですかね。それは手間暇かかるお前登録するのに。あ、まあ、まあ1ヶ月前から準備しといて。そっか、ね、もうその優勝した日にオープンみたいな。いやそうめっちゃがめっちゃがになる。いやもうすごい儲かりますよ、ね、はい、でなぜじゃあこれ関西圏だけで阪神があれするとこんなに経済効果があるのかというと、やっぱりその18年ぶりのあれでファンの盛り上がりが大きい、さらに新型コロナウイルスにおける行動制限の撤廃も重なっている、そして、阪神のファンの方は酒と飲み会が好きとそんな勝手に決めんねん調査をしたらしいんですけど、まあまあそりゃそうだね、はい、まあ、みんなで盛り上がってそうです、ね、それを祝うというね。そうです、一緒になって喜びを分かち合うという、うん、まあ、そういう文化があるだろうし、はい、まあ、そういうノリも好きだろうしね。そうですよね、だからいいことだと思うけどな、はい、でこの宮本教授はこの数字は、巨人に匹敵する数であり12球団の中で圧倒的にやっぱ酒と飲み会が好きという数字が出ているといやまあ地域的な問題だよねそれはね、まあ、それとやっぱ大都会だしまあそうですよね、まあ、人数もいるしね、はい、だからそういう意味では、まあ、そういう効果は絶大なるものがあるだろうね。ありますよね。いやだからもうあれがマジックが点灯してからやっぱり大阪の付近の飲食店はもうね立て看板作ったりとかすごいと思いますよ。本当な、阪神ファンとかじゃなくて、はい、もうくくりでいいと思うよ飲み屋岡田監督の館みたいないや岡田監督のことしか喋らないみたいなで1番近本みたいな2番もうはしごだよ。あ、いやもうしてもう岡田監督の話はもう飽きたからちょっと近本行ってくるわみたいないいですね。あ、いいよ。もうそうやってこう
分けるというね、商売ですね、それも商売、そしたらもうぐるんぐるん回ってる、好きな人はそうですよね、それはいいな。でさらにやっぱトラファンはアルコールが好きで、やっぱり試合後に仲間同士で飲みに行く機会が多いというところも、はいはい、やっぱりこの経済効果に、寄与していると。さらに数年おきに優勝する巨人とは違って、やっぱりファンが優勝を慣れしていないので、ここで優勝しても次の優勝は18年後かもしれないと思うと、今こそみんなで大いに騒ごうよというふうになると。そうだよね、本当にあの盛り上がった方がいいよ。そうですね、いやいや本当、いやでも俺はね、阪神のねこの強さって続くと思うよ。やっぱ選手の年齢とかいろんなこと見ても、はい、うん、算出すると、はい、多分この強さはやっぱこう続くと思う。俺はそれやっぱりその岡田監督がこの阪神というのを作り上げたからっていう、まあ作り上げたっていうか、まあ作りながら継続していくと思うよ。じゃあもちろん来年再来年も、まあ、あるある、優勝にも。でも今年はもうね、はい、もう優勝するし、はい、大いに盛り上がって、まあ、来年の保証はまだないわけだから、はい、でも多分来年の保証まで俺は出してもいいぐらいの手形を出してもいいぐらいの強さは感じてるけどね。じゃあやっぱりもう今からでも飲食店は来年に向けてもう作っといた方が、うん、いいですね。いやー可能性あるよね。でさお店を出したらどうですか。そうだ、阪神の館いやそうですよ、そうですよ、うん、いやでも本当にね、それぐらいここから数年ぐらいは阪神こうやって強い状況続くんじゃないかと。いや続くよね、出てますけれども。俺は続くと思うよ、うん、まあ、岡田監督がやってる間は続くな。やっぱね手腕がいいよね、戦略戦術、うん、まあ、こういったことも含めて甘くはないけど選手を掌握していくという、うん、厳しいなんていうの、勝負の世界に引き込んでいくというね、うん、だから笑わないでしょ阪神の選手って。やっぱ勝負にかけてる表情も伺えるし、はい、やっぱああいう風に選手がやっぱ勝負に対して向かっていく気持ちがあれば、やっぱねそう簡単にはね牙城崩れないと思う。だからすごくいい、岡田監督が教育もしてるし。そうですよね、あいいと思うよ。そうですね、はい、まあ、本当にねあれに向かっての今日の戦いということになるんですけれども、まあ、今日改めて言うと才木投手と赤星投手、うん、部はやっぱり勢いも含めて阪神にある。そらね、いや今日は巨人が部があるぞみたいな言うやつはね頭おかしいよ確かにそうですよ。でもやっぱり原監督だったりその巨人のチームの選手たちは自分たちの前で胴上げはやっぱりどのチームもされたくないっていうのは。でも18年ぶりだったら俺阪神で甲子園で、いや優勝ってどうなんのって見てみたいなってちょっと思うけどね敵チームでも多分敵チームでもそれはやっぱり嫌だよ、一緒に戦ってて、はい、ね、喜んでる姿、うん、同じキャンプをし、ね、うん、苦しみを味わいながらペナントレースを歩んできた人間たちがね、はい、やっぱりこう喜びと敗者とこう分かれるのはもう目の前だけども、はい、だけど目の当たりにするっていうのはちょっとやっぱ複雑な心境はあるな。いやもうそうですね、うん、あとやっぱり優勝すると一部のファンが例えばグラウンドに出てきてわーって一緒にとかっていうのはあるんですかね。いや昔はあったよな。ですよね、誰が誰やら分からない、分かんない。いや本当に選手とファンがみたいな、なんかファンに胴上げされてるみたいな選手胴上げされてみたいなありますよね、まあ、それはなかったと思うけどいやでもその優勝した瞬間とか、うん、いや一番強烈だったのは、はい、やっぱこう甲子園でジャイアンツが優勝を決めて、はい、これ阪神にもチャンスがあったんじゃないかな、うん、勝った方が優勝じゃなかったかな、なんか昔あったんだよ、はい、そしたらもうファンがなだれ込んでジャイアンツの選手にめがけてみたいな。ちょっと怖いですね。いや怖い時あったんだけど、まあ、そういうことはもう今はね、まあ、現代はないと思うし、うん、やっぱ警備もしっかりしてると思うからね、うんうん、だからそれはないにしても、でもそのぐらいの気持ちだよねみんなね、うん、もう本当にグラウンド飛び降りて、はい、もうわっしょいわっしょい。そうですよね、喜びを分かち合いたいというね、もう待ちに待ったですもんね。そうだな。あと道頓堀とかどうなんですかね、うん、やっぱちょっと清掃しといた方がいいかもな。清掃いやいや、やっぱ飛び込む人は絶対いるわけだから、まあ、本当はいけないんですけれども、うん、やっぱ飛び込んじゃう人はカーネル・サンダーはもうね、うん、紐で縛っといた方がいいよいや落ちるのは落ちると思うけど引き上げるのにさあ、まあ、ロープがある方がいいと思うしすぐ引き上げられるからだからもう あらかじめ縛っておくと、ね、ですぐに上げられるように。そう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 。いやでも本当にだから街中も多分本当にあれしたら阪神一色になるんでしょうね。いやでもいいじゃないね、もうコロナ明けで、はい、ね、みんなほぼ全てのことがこう解禁になって、うん、騒げるというね、その時に阪神が優勝する、はい、みんなで騒ぐ、うん、大いに盛り上がってほしいよね。そうですね、うん、で
経済効果とか今日優勝するんじゃないかってことを話しましたけれども、また、次の、この後の動画で例えば阪神の例えば 今年の強さとか、はいはい、じゃあ阪神の今季の MVP を投打ともに挙げるとすると豊さんが誰なのかとか、そういった深い分析はちょっと次回に、まあそうだね、うん、回していきたいなと思いますし、まあ、今年あの横田が亡くなってね、あそうですね、あの、まあ、動画にもしたけども、はい、させてもらったけども、まあ良かったな、うん、いや、ああいうことがあってな、うん、なんか横田選手のユニフォームも選手の皆さんが一緒にね、今日はベンチで、うん、そして優勝したらそのままグラウンドにっていうこともありそうですよね。まあ絶対あるよな、うん、でも本当にあの、なんていうのかな、野球やりたくてもできなかった、うん、そういう選手がね、はい、やっぱ天国から応援してくれてるし、うん、はい、あのみんなで勝った時に、うん、天に向かって手を挙げた姿とかね、はい、やっぱ思い出しながら、ね、うん、あの本当に盛り上がってほしいなっていうふうに思うね。そうですね、はい。